皆さんこんにちは。今回は白無垢の花嫁オーダー弾いていこうかと思うんですけど、なんでこれ弾くかって、まあ、言うと、こっちの方が本当は弾きたいんですけど、ちょっと捨て3なんですよ。でめちゃくちゃ欲しいんですけど、この突水印ってやつがね、あのスイッチじゃなくても発動する突水印なんで、これが死ぬほど欲しいし、パーティーのアクアパイルバフもあると。で、まあ、これもね、あのめっちゃ強いアビリティなんで欲しいんですけど、捨て3なんで出る保証がないっていう言い方はどうかと思うんですけど、あの新保証確定じゃないんですよね。でこれをなんで引くかっていうと、まあ、これね、キョンシーシノンの代わりになるようなスキルで、まあ、これ、攻撃モーションが、まあ、キョンシーシノンと違うんですけど、まあ、キョンシーシノンはあのちょっと射程距離が長いらしくて当てやすいんですよ、敵に攻撃を。これは、まあ、あの射程距離短いのかな、まあ、なんかちょっと詳しくは忘れたんですけど、どんなモーションか具体的にどんな感じかっていうのを忘れたんですけど、まあ、なんかあのちょっと早めの代わりに射程距離そんな長くないみたいな感じだった気がします。まあ、キョンシシノンの代わりっていうのはこの筋力増強がついてて、でコネクトチェーンで、自分のバフスタックをどんどん上げていけると。でこの、基本効果ですね、あのキャラ条件満たさなくとも発動する効果、これは369って、自分のスタック上がっていくんですけど、これがあの教師士の369でここが同じらしいんですよ。あの多分同じで、小春を2枚、同じセット内に入れるとさらにあの 1,2,3、増加すると。だからこれがねどうしても、まあ、欲しいんですけど、まあちょっと俺今は美課金なんで、もうちょっとねあの働いて稼げたら課金したいんですけど、ちょっとまだ美課金の状態なんで。でまあなんだっけ、前回の動画だっけ、ちょっとなんか説明したような気がする、あしたっけ忘れたんですけど、これがパワーライズ4なのにあの覚醒じゃなくてアクセルスキルなんで、ちょっと注意ですね。ただこのあのアクセル発動中にね、ブレイクゲージが 30% も上昇するのでそれがまあいいですね。でこれはまあバーストスキルで、まあ、フルバーストじゃない点に注意です。ただ、まあ、残闇なんで、まあ、69層フロアボスに使えますね。でこれも、3つ分の効果ですね。でしかもモッド自体に、状態上の敵に対して攻撃力上昇の効果がしあの、まあ、0.3 って書いてあるんですけど、毒やけど出血当初全てのスタックの合計分適用なんで、これがめちゃくちゃ強いです。でこれを引くんですけど、まあ本当はねあのいっぱいほんあの5周ぐらい、3万4万ジェムとかあったらこっち引きたいんですけど、まあ、うん、これねこれ1周してもしたところでこれが出るとも限んないんですけど、まあ、うん、どっちか引くかって言ったらまあこっちかなみたいな感じなんで、まああとこれもね、まあ欲しいスキルはあるんですけど、これはまあちょっと、うん、引かないでおこうかな。まあこれ本当に始めたての人はね、ちょっとこれアースブーストとか、まあ、あの土でしか使えないんですけど、まあこれでも土がね強くなるね。これなんかあの、まあ、通常打ちで、まあ、土ダメが 25% と 15% 上がるん でしかもデバフもついててパーティーの支援ができるんで、まあ、例えば裏セットを槍にして、まあ、これ使って、まあ、51層フロアボスの、まあ尻尾の近くで、まあ、火力が殴るんですけど、すごい信頼できるタゲですね。この人に任せたら絶対タゲ外れねえだろみたいな、まあ、人がたまにいるんですけど、そういう人とやるときとかね、まあ、これで全体攻撃ぶっ放して、でこれスイッチゲージが80もあるんで、すぐスイッチゲージ溜まると3点攻撃するだけで8321で240も、スイッチが溜まるということで、自分の土ダメを上げつつ、まあそういうことができると。でしかもまあバースト時のね効果もね、まああのなんて言うんだろう、どうなんだろうね、あの普通のモッドだとさ、あのモッドスキルの話なんですけど、まあ、攻撃力1200-1500上昇と属性ダメ 50% とか、そういう効果がなんか結構定番
昔は500とかだったんですけど、1000、1200とかね、今の時代はなってきたと思うんですけど、まあ、このスキルはバースト死の効果ですが、まあ、2000と土ダメ 65% で、これがね、鬼バフって書いて、これバフって書いてあるんですけど、もう直撃時適用されます。多分ね、違ってたらごめん、多分ね適用される。じゃないと黒黒のコンチェルトっていう掲示板クエストで着物小春っていうのが使えないっていう風になっちゃうんで、まあとにかくね、まあこれ欲しい、まあ、欲しかったり、まあこれね今後ね使えそうなスキルではあるんですけど、ちょっとこういうのをね引いてる余裕がないと、まあ、敵にかかってる状態上スタックをどんどん増加させていくっていうコネクトチェーンなんですけど、これがやっぱ敵にかかってる状態上スタックが多いほど与えるダメージが増えていくっていうボスが今後出てくると予想されるので、これがすごく使えると俺は思っています。ただちょっと引く余裕がないので俺は引きません。でこれもねちょっとね片手最近で、しかも劣化4バフ、あとは謎のね小春4枚条件で自分が毒になるというね謎条件があって、でしかもこれスイッチで使用し命中時じゃないんだ、これ通常打ちでもなるんだ。すごいね、スイッチじゃなくても自分がドッグになるデメリット、まあデメリットというか、もうもはやメリットですらあるんだけど、ドッグ状態の時にみたいな、状態上の時に発動する効果とか起動できるんで、まあどうなんだろうね、裏セットでこれスイッチ、いや違うな、まあ普通に打つか、普通に打つ感じで、まあ劣化4バフがね、そのソロカオスの時にいいかもしれないですね。そうですね、まあ、アクセルで発動させることあるか分かんないですけど、まあ、スパコメバルコメ使えばできるのかな、まあ、あんまりやらないと思うんですけど、まあ、やったところで3増加、まあ、これがアクセル中効果っていうのがちょっと持ってないし使ったことないんで分かんないですけど、アクセルで使ったスキル当てるごとに発動するのか、まあ、これ追加効果って書いてあるんですよね。アクセル中にこの追加効果になるってことは、アクセル中にこのスキルを打てば打つほどこれが発動するってことなんですかね。ちょっとこれは後で分かってる人に聞こうかなって思います。まあでもね、なんかねちょっと、結局この中で言うと俺はこれなのかなっていう、まあ始めたての人にも、まあ、これがあるんで、まあ普通のバーストスキルなんですけど、フルバーストじゃないんですけど、これもねやっぱ弓の現環境最強スキルの中では本当に必須級のスキルになるんで、ただこれがこれ1枚で強いわけじゃないですよ。まあこれ1枚あるだけで随分違うんですけど、だってこれ自体に筋力増強がついてるじゃないですか。でさらにそれをコネクトチェーンで上げていくんで、まあ、これにまあスイッチ上がる、スイッチ量が大きいやつかで、モーションがなるべく短いやつをどんどん連結してって、で弓スキル周り良くしてっていう戦い方もちろんできるんですけど、まあただねこれが火力スキルっていうわけじゃないです。バフとかがね強くなるっていうものですね。なんか火力を上げていくもので、でもこれがあるかないかで本当に違うので、でまあちょっとこれちょっと喋りすぎると動画長くなるんで、まあそろそろねこれを引いていこうかと思うんですけど、まあそうですね、一周を引いていく感じで、まあ、とりあえずね、まあ、ステップ1は、まあ、あんま出ないとは思うんですけど、これ直剣か、まあ、とりあえず、まあ、引いていこうかな。でもこれさ、まあ、さっきも言ったけど、そのこれをさ引いたところでさ一周なんだよなおい100万円課金しろよとか言われるかもしんないですけど、これもうこれ諦めます、これ出ない、はい、もうねわかる、これねオーダーの背景ね、なんか最近ね毎回違うんですよね、なんか変なところ凝るんだよねこのゲーム毎回思うんだけど、謎に背景がさ何なんだろうね、これさ確定枠以外でさ出ることほとんどないんだけど、なんでなんかさ、よくさツイッターとか見るとさ、みんなさこれさなんていうの、確定枠じゃなくても出たみたいなこと言う人いるじゃん、なんでそんな出てる人いっぱいいるのって、まあ多分出てない人のが多いんだろうけど、ツイッターとかさ、まあ、出てない人のがさ、じゃあ出てる人のがツイートするじゃん、なんか
なんかそういうもんじゃ、なんか出たやったーっつってさ、うわなんか爆死したんだけどみたいな人さ、まあたまにいるけど、まあこういうのね、爆死もね、なんかね醍醐味みたいな感じで、課金する人とかもね、結構ね爆死するのが面白いみたいな、なんかネタになるじゃんみたいな、そういう人もいるみたいで、まあ他の、まあこのゲームじゃないけど、課金地獄みたいになってる人いるらしいですけど、なんか今おやつ休憩出ましたけど、確か持ってるんですよね。あ、これ探検これスルーしてるけど、これスルーあんま良くないかな。これ なんかさ、いいスキル全然来なくて全然盛り上がりに欠けるんだけど。お、探検もっと、探検もっと来い、来い、もっと演出、もっと、あれもっとでいいんだよね。あれ？あ、いや違う、何これ？何このシルエット？え？これ、あ、持ってる。勇気。多分これどっちも被りなんじゃないかなと思います。まあまあまあ、確認せず行っちゃいましょう。最後に確認しましょう、これは。すぐ確認したい。あ、弓飛ばしちゃった。なんで弓、一番弓みたいな指 飛ばす必要あるかっていうさ。あ、これも持ってる。全部被りで、マジさ、無料オーダーもさ、被りばっかりさ、最近ピエロクラインがようやくさ、1枚さ、出てさ、かぶりばっかり、もう本当に。あれさ、他の人もさ、無料でさ、星を1枚も出てないんだけど、みたいな人もさ、ポツポツ言ってさ、今回のさ、無料オーダーさ、出なさすぎん、マジで。あれ？片手再建ってなんだっけ？あ、持ってる。全部かぶりじゃ。え、このまま、かぶり続くの？もしかして ふざけんなよ、マジ え、マジで舐めてんだろ、これ。え、このゲームひどくない？え、でもまあ、なんか、一応、ガチャとしては、なんか、良心的な方らしいんですけど。来い！コネクト来い！コネクト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 ！うわっ、ぶわっ。もう、うわっ、ぶわっ。これは、あ、確定枠とかないんだっけ？あ、これ全部かぶり。多分ね、これも持ってる。あ、持ってるわ。これも持っ、あ、これも持ってる。あ、多分ね、これ、あ、もうステップ5だ。もうステップ5しかない。俺の人生はもうステップ5しかないんだわ。これ何これ？あ、おお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 
え、待って、神引きかもしれん、今の。え、やばいやばいやばい、え弓コネクトより嬉しいかもしんない。これで弓コネクト来たら、もう一気にもう、なんか、さっきのかぶりばやっけじゃんみたいなテンションがさ、一気にさ、巻き返せるんだけど、これはもうね、希望しかないですね。え、待って、キョンシリーズ買ったんじゃねこれ。現環境最強クラスのモッド素材ですね。まあ、1枚じゃ弱いんですけど、お、あーなんかね、だいたい出ないんだろうけど、ちょっと1枚1枚期待しちゃいますね、さっきの、みたいなのが出ると。それ、あれさっきの被りだったら、マジで、あれなんですか、確かドラゴニューとコハル持ってるから、多分ね、当たりですね。これでモッド素材全、ほぼっていうか、最適なのがさ、あ、確定枠、確定枠弓じゃん、来た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 来い、あ、やっと来た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 、うっしょうっしょ、うおーおおおー、え、マジ神引きなんですけど、これ、マジでさ、運営ひどくねとか言ってごめんなさい。手のひら返し。完全手のひら返し。多分ね、このね、下の4つ、ユージオ、シリカ、サチ、ユウキ、これはね、かぶりです、多分。いきまーす。1、2、3、4、はい、かぶり。あー、でもね、もう、よかった、よかった。最高なんすけど。マジでマジでマジで。これ、ほらほらほら、これ、おいしそう、いっしゃー。これで、あれなんですよ。メニュー、アイテム、スキルレコードっていくじゃないですか。で、これ、片手子に切り替えるじゃないですか。これあるですよ。で、1枠で、刻印系のデバフ中、攻撃力 50% の打弱 50% あるんですけど、これと配布ですね。配布も同じ効果なんですよ。で、あとね、もう一つね、
奇跡的にねドラゴニューとコハルがあるというねこれで完全に揃った。これしかも一番強い組み合わせなんですよ、この3枚。うわー、え、マジで、え、かにってる、やばいやばいやばい。え、え、これさ、なんかさ、え、こんなにいいの、マジで。やばい、ちょっとメモリア小石が足らない。コロッサス取り切ってないからやんなきゃ。え、ま、え、やったー。この皆さんもね、ぜひね、引いてみてください。まあ、当たるかわかんないけど、こんなね、一周で当たることとか、まあ、あんまりないんで、だいたい2周とか3周とかしないといけないんですけど、まあ、今回はね、たまたま運が良かっただけなんで、まあ、ガチャなんでね、運がいい時も悪い時もある。本当に、外ればっかみたいな、一周だけだと全然当たんないみたいなのが続きまくってることも全然あります。ただ、今回は本当にたまたま運が良かっただけ。なんで、この一回だけで、なんか、すげえ、いいなとか言う人いるんですけど、俺、スキレコ、まだ555枚しか持ってないですよ。まあ、始めたての人からしたら多いように見えるかもしれないですけど、これ、少ない方なんですよ、強い人からしたら。だから、まあ、こういうね、少ない中でね、どう組み合わせて頑張るかってとこなんで、まあ、出てよかったですね、これも。これマジでね、神引き。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。